キックポイントの話さっきちょっと盛り上がったんで、うん、キックポイントの話もう一回していい？キックポイントとさどれが合うかってみんな知りたいのかな、うん、じゃあどれが合うかってあれだな、俺が聞きたいのはどれが合わないかなのが面白いな。なるほどなるほど、うんとね、どっちでもいいけど、これね、うん、これダメね、あダメ、これダメ合わない。ただ一概に言えないってことだけ分かってもらいたい。そうなんだ、うん、こううまく払ってバチンって打てるんだったら打ち込んでこれありなのよ。へー、そうだからね、そのね使ってるインパクトの強さだったり、うん、クラブのそのヘッドタイプ形状だったりそういうのにもよるんだよね。そう、でもそれ例えばヘッドとシャフトをバッて俺のところに持ってきて、うん、したら即答で合う合わないってバッて言える。あ、そうだから分かんない、見てみないと。そっか、あ例えば徹君のその知りたい逆言っちゃうけど、うん、これとか最高ね、最高最高マッチング100100。えその例えばじゃドローヒッターとフェードヒッターだと、うん、使ってるシャフトはその元調子先調子でやっぱりそういう組み合わせになるってこと？なる傾向だね。あ絶対でもないんだ。絶対でもない、フィーリングってあるし、あとは藤倉シャフトの元調子と三菱の元調子で全然違うから、そう、あ、まあ、もちろんグラファイトデザインもそうだけど、うん、メーカーのメーカー表示は全然違うから、うん、そこが統一されてるわけじゃなくて各メーカーが言ってるだけっていう。そう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 。トール君じゃ知っちゃったけど、うん、先調子中調子元調子トール君知らないとして、うん、いやトールさんねシャフトってこう中調子先調子元調子ってあって一応これが真ん中なんですよって言われたらこれ欲しくなるじゃん。欲しくなる、これ冒険っぽくなるじゃん。なる、だから先調子だろうが元調子ちょっと元調子だろうがメーカー表示ってこれが多いの。あそういうこと。そうよそうよそうよ、だって俺今ね MJ っていうシャフト入れてんだけど、うんうん、MJ はこれなのにこれ表示だから。えそれはそうなんだ、わかるの？分かる分かる、打ったら分かる、打ったら分かる、それはね平川プロだからあれだけど、うんうんうん、分かる分かる分かる。じゃあグラファテデザインの MJ が中調子でした、それ三菱に持ってったらいやこれでしょって言うからっていうことは、う、うん、こう用事一本ある中で、うん、そのメーカーごとのこれが、うんうん、ずれてる、で3つじゃないってことでめちゃくちゃあるんだこのメモリが。それかその用事の位置が違うか。あ用なら、うん、同じところにないかもしれないんだよ。そうあのねキックポイントキックポイントって言ってるじゃない、うん、どこのこと言ってるのさ、この辺なのよ、うんうんうん、そうこの元調子中調子先調子ってこの辺なのね、うん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 、そうこの辺でどうしなるかなんでね。そうここじゃないのよ、ここじゃないの、ここじゃないの、ここの中でこう3つに切ってる。でそれがじゃあ、三菱は手元寄りのキックポイント実際しなってるの多いっつったら多分三菱はじゃあこの辺で調べてんじゃないかなって、藤倉はこの辺で調べてんじゃないかな、グラファイトはその中間で調べてんじゃないかなっていうような感じなんだよね。じゃあ厳密に例えばここから何センチのところでやってねってなってるわけじゃないってことね、うん、多分ね、分かんないけど、メーカーによって、うん、全然違う、メーカーによって中調子はここっていうのは違う、もちろんしなり方も違うし。そしたら中調子って言ってもえこれ先じゃんみたいな時あるわけだ。そう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 。あとはダブルキックね、ああ手元と先がしなるとか、あれダブルキックでしょだったんでしょ P13。 そうそう P13 はダブルキック。グラファイトデザインの MT とかね、白黄色のシャフトあれとかダブルキックだし、まあ、BB もちょっとダブルキックっぽいけど、まあ、先が硬い感じとかね、もうそんな感じ。もうねシャフトはもう切れない、切れないね、切れないと。それこそ長い、うん、もう一回あれだね、シャフトをやった方がいいかもね。やった方がいい、そうだね、うん、本当にシャフトでねちっちゃい家は建てられる。そうだね、そう。あこれこれこれ P1 さん、おおそれか、そうこれ、えそれ何番、これはね7。これ前使ってたやつ、そうキャビティのやつ、おう、うん、俺のだじゃん、それ。そうだ、そうだ、これ登録のだ。多分だけど、うん、17年に作った中の2セット目じゃないかな、170002って多分、分かんないけどね。いいシャフトだよこれ本当に。
ね、シャフトの話になっちゃったね結局。そうだね。なんかそのトール君1枚気になる、あのあれドロフォーどれだっけ、ドロフォー、これドロフォー、ドロフォー、ドロフォーどれだったっけ、これだっけ、これ教えてあげたいんだよ、みんな知りたいんじゃないの。んもう平井カードがあるけどさ、うん、もう平井カードはどれなのかっていうのを並べてって、そっち側に OK、うん、平井カードはいよ。こんなもんかな、うん、これでインパクトゼロ選んでなかったらウケんだけどな。確かに、お前で言い始めた。あのね、これこれは止まるドロー打つ動画あるじゃない。ある。それこれやるから。あ、そうなの、言っちゃったね。そう、これやるから。実際どうなってるか知らないけど、自分のノーマルよりも絶対これは入れるから。じゃないと止まるドローは俺の場合は打てないから、これを入れる、ね、これは癖ね。あ、癖ね、癖、うんうんうん、インサイドアウトも、うん、そうそうそう、これとこれは癖ね。こう、これ癖、悪い癖というか、うん、出ちゃう癖だね、これとこれは。で、常に意識してるのはこれとこれとこれだね、うん、この3つはもう全ショット意識してる、うん、どんな時もどんな時もマッキー出てきたけど、ね、結果、うん、これを使って、うん、これが出ますよってことだな。なるほどね、うん、苦手クラブはありません、入れてないから、うんうん、入れないからね、うん、じゃあ俺は、うん、俺はおおおおお、俺これでしょ。おおおおおお、うん、おこれ、ああ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 あ、これね、うんうん、これはいる？いるいる、あ、いるよね、いるいるいるに決まってる。あとこれ、うん、あとこれ、これこういう感じだよね。こういう感じ、こういう感じ。ああ、なるほどなるほどなるほど。こんなの当たり前だから。ああ、なるほどなるほど。で、これ打つの？そうだよ。うわー、トール君の方がカード1枚多いんだ。うわ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 、仲いいからこれもそう。あ、うわ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 、これこれ感じ。うわ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 、怖いな。これはこれすごい、お化け屋敷より怖い。やばいよ、出るよこれ、出る、マジで出る、これは出るよ。これ当たるのかな、まず。あの、当たるって真にじゃない、あの、もうあの、かするのかな。いや、これはね、かすりもしないんじゃないの。もう間違いないことは、うん、次の日知恵熱出るから絶対。やばいよこれは。これはやばいな。やばいよね、もたれちゃうよね。うん、もたれる。もうお腹いっぱいだわこれは。それでインパクトゼロやんねっつんだから、やばい。本当だよね、本当だよね、ここ完全無視だから。完全無視してるもん。いや、これはやばいな。これやばいよね。やばい。でも俺ね、一言じゃないと思うな。いや、だって YouTube の動画調べてたらこれだから。そうだよね、うん、でインパクトゼロだけなんかもうよかったかな、うん、そう、そう、間違いない。もうこれとこれはこう、うん、違うからね、違うところにあるから。そう、そう、なんか調べたら、調べたら出てこないから、うんうん、これトール君はまあ本当これは欲張りだな。でも俺ね、うん、ありがちだと思う。そうだね、やっぱり、やっぱりそれなりに、例えばこれを押してる人、これを押してる人、これを押してる人といろいろいるじゃない、うんうんうん、で押してるってことはやっぱそれなりにすごい説得力あって、うん、あのちゃんと説明してくれてる動画多いじゃない、うんうん、そうするとやりたくなるもん。なるなるなる、ね、うん、なる、合う合わない関係なく、うん、いいって言われたらやっぱやりたいじゃん。やっぱりさ、トッププロをやってるじゃない。そうだね、そうだね、なんかやってるって言ったらさ、うんうん、なんかやったら良さそうだと思うよね、それは当然。確かに確かに、だから俺全部 やってんだやってんだ、やんなやんな。やったほうがいいよ、やんなやんな。でも例えばこれをね、ターフを取る、うん、これあげようか、うん、これ例えば
ターフを取るっていうと、さっきも言ったように、うん、シャフトとヘッド形状によるって言ったじゃない、うん、でなんでかって言ったら、うん、打ち込んだ時のロフトが変わっちゃうから、それに変わらないシャフトと変わらないヘッドじゃないと、はいはい、飛距離が変わっちゃいますよってことで、ポケットキャビティと先調子のカーボンシャフトは向かないっていうことなのよ。飛んじゃったり飛ばなかったりがもう平気で出る。出ちゃうのか。そう、変わんなければ、そう、飛距離変わんないじゃん。そうだよね、球を抑えるためだから、うんうん、だからそのやる意味がなくなっちゃう、うん、例えばロングアイアンでこれをやったら、うん、もちろんどうなるか分かってますよねってことも言いたいし、うん、球が上がりづらくなるじゃない、うん、だからロングアイアンになったらショートアイアンよりも入射を緩やかにしなきゃいけない、で球をこう上がる球を打てないとこれの入れてる意味がないじゃない、うんうん、だからそういう切り替えも大事だよね、うん、ああ何でもかんでも、そうこれやってたら、そういうことか。そうでもアイアンだからなんか打ち込みそうな感じするもんね。そう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 、確かに。でUTT ヘアウェイウッドでもこれやるんだったら、じゃあショートアイアンと UTT の間のロングアイアンももちろんこれやるんでしょっていう判断にもなるじゃない。あ確かに。そうだからそうすると全部やった方がいいってなるって思ってる方もいるじゃない。そうだったらやっぱりこれを打ち込んだ時もちゃんと上がるそのクラブとシャフトを選ばなきゃいけないじゃない。え、これとこれ水と油って分かってるよね皆さんね。鋭角鈍角だから。そうだね、それはそうだ ね、それはそうだよね、うん、だから絶対両方やっちゃダメよね、うんうん、そうだよね、それ一緒にできない、ね、できない、そうできない。最高よね。そうだよね、最高。もちろん右手でも最高だけど、うんうん、どっちかの腕をリードした時点でもうこれはやりやすいよね。あ、うん、両手でポーンって安定感求めたショットには不向きだからね、ターフを取るっていうのは。あ、そうだからどっちかリードしてボールに食い込ませないといけないから、うん、リードどっちかできてなかったらこれはできない。あれでもそうするとさ、左手リードでポケットキャビティってどうなの。左手リードでポケットキャビティ、さらえるんだったら OK。 あ、さっき言ったやつ。そう、さらえるんだったらいい。そこでちゃんとバチッとインパクト迎えられればってことか。そう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 。で回転不足取られたら打ち込むからね。あ、左肩止まったらちゃんと開いてあげて。もうねこれ有料なんだよね。これ有料、これ有料なの。あの左脇を締めて左肩開けて、うん、要は右斜め下のクラブを引っこ抜くような状態で広背筋でターンできるんだったらポケットキャビティでも全然いい。むず、難しいでしょ。え、だからわざわざ左肩開かせるんだ自分で。詰まるから。でもなんかあれだよね、開くのって悪いイメージあるよね、言葉だけ聞いたら。けど開かせんだね、わざと。もちろん逆の意見もあるんだけど、うん、俺もねよく見るの、肩止めて腰を開けて、あ、こういう状態でインパクトしろって俺結構見んだけど、俺は真逆なの。腰を多少止めるに近いぐらいしか切らないで、うん、こうやってやって打つのよ、うんうんうん、肩だけ開いて、うんうん、じゃないとインパクト詰まるからね。両方いいんだろうけどね。そういうことね、うん、インパクト詰まる、要は右にプッシュアウトしちゃう、左肘引ける、ダフル、シャンク、ヘアウェイと球が上がらない、開いた方がいい。開いたら回転が足らない。でも単純に左肩止める、右肩止める、どっちでもいいけど、とにかく肩回転が止まってて腰だけリードしてこうやって打とうとしてたら、もう球は上がらないし捕まんないし、そういう理論じゃない、うん、抑え込む理論だから、綺麗なポーンっていう球打ちたいんだったらもう開いてあげた方がいい。そう、下に行けば行くほど止まってた方がいい。あ、うん、上に行けば行くほど回転してた方がいい。そうしたらもうすんなりいい球出るから。いや、いいカードだったなこれね。うん、まあ本当マッチングいいのも出たし、あのダメなのもちょうどよく出たから、うん、本当は誰か5人ぐらい呼んで、うん、このカードの意味知りたいとか、ね、詳しくね、うん、やったらそれはそれで面白いんだろうけど。今度鍋つつきながらあやろっか。いい、アッパーの方呼んで忘年会そう、ワンナップ忘年会。ワンナップ忘年会、いいね。アッパーの方呼んで。あ、いいね。どうやって呼ぶんだって。そうだね、そうだね、そうだね。赤から鍋か。赤からでいいの。赤からか。これはもうあれだけど、博多行ってもつ鍋。
確定だけど。あ、誰か持ってくれる人いるよね多分。いるいるいる、うん、チケット送るから来てっつって。そうそう、誰かお呼ばれして。あ、なるほど。お呼ばれして行こう博多。いいな、行きてえな。俺高橋さんにね、もつ鍋屋、大野城のねもつ鍋屋、地下なんだけど、うん、うまかったな。あれ高橋さん九州なんだっけ。九州、あ、福岡。あ、そうなの、うん、じゃあもうあのね、俺忘れられない、あの地下のもつ鍋屋めちゃくちゃうまかった。席にインターホンついてる、うん、そうで、ご用の方は、うん、iPhone を押してくださいって書いてあった。そうそう、あ、確か大野城だったと思ったな。あそこうまかったな。じゃあ福岡博多行きますか。博多、うん、誰かに呼んでもらえればね。そうね、うん、OK。 じゃあ今回はですね、いろいろカードを登録君作ってきてもらって、マッチングまたやってみました。もちろんその深掘りできてない部分とかもあるんですけど、まあ、前回よりはいろんなカードで多少詳しい話までさせてもらいました。で、本当にマッチングがいい悪いってあるんで、ちょっとでも打ってて違和感があったりしたら一旦ちょっとやめていただいて、もう一度そのやっていることの確認をしていただいた方がいいと思います。当たるまでやり続けるというよりは、すんなり当たるものをできれば先に見つけていただいた方がいいので、そういうチェック方法もしていただければと思います。では今回はですね、カードをマッチングやってきました。ワンナップルですね、はい、やってきましたんで、はい、ぜひ気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。